それでは時代をルサンスの16世紀の終わりから18世紀前半にかけてのヨーロッパ音楽を表すバロック音楽時代に戻しましょう。バロック音楽はバッハとヘンデルによって集大成されて芸術の一変形の楽器にまで達しました。一般的なクラシック音楽史はバロック音楽から始まっています。その代表的な名曲、バッハのオルガン曲フーガと短調は、テーマの美しさが際立ったとても親しみやすいオルガン曲ですが、難易度の高い長いフレーズを、旋律の美しさを、スピーディーな展開を、楽曲の終わりの長調に展開された光に終始、いわゆるバッハ終始の和音をどう編曲し、リリコ・スピラーレはそれをどう表現するのでしょうか。お聴きいただきましょう。ジョン・セバスチャン・バッハ作曲、関原博史編曲、フーガ・ト短調小フーガ BWV578。Thank you.
生数の多いフルートアンサンブルへの編曲は苦労するだろうと思い伺ってみました。この編曲では一つの声部を複数のパートによって重複しながら提示させ、原曲のフレーズ音程を基にした新しい声部なども控えめに含ませて、ルマンのレジスター効果を意識しながら演奏させ、良い響きを作り、また極端な超音域や跳躍、特殊奏法などは用いず、全パートともに一般的な音域、奏法で展開するようにしたとのことでした。演奏されたメンバーの皆様は今合奏する喜びに満ち溢れているのではないでしょうか。